こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日も帰りにありがとう。こんばんは。よいしょ。今日はなんもう今日はほんまにリップしかしてない。りっちゃん綺麗になった。あ、見た。猫ちゃんありがとう。どうした猫ちゃん、ありがとう。チロさん結婚してありがとう。チルさんだるまありがとう。神谷さんかわいいありがとう。タロイモさんだるまありがとう。アイスデモンさんだるまありがとう。アスコさんありがとう。トマトボさん、トマトボさんかわいいありがとう。くっちゃんだるまありがとう。エビサマさんだるまありがとう。ふみさんだるまありがとう。ひなっぴさんあとありがとう。のりさんあとチョコレートありがとう。たかきさんだるまありがとう。たかなさん結婚してありがとう。ふちかちゃんハートありがとう。たかなさんあとありがとう。もぶるすさんあとありがとう。いいリアンさんありがとう。マピアノンピーさんあとありがとう。ユンジミタルさんどうもありがとう。にゃん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 。ダガンさんあとありがとう。イアンさんチョコレートありがとう。ホットチョコか。エイトさんどうもありがとう。ナンピさんラブレターありがとう。コウスキさんどうもありがとう。マイちゃんあとありがとう。ラガンさんありがとう。なんとかなるぞうさんホットチョコありがとう。あーパスリアさんホットありがとう。こんばんは。もちゃとドライブしたい。連れてってくれんの。目が乾燥。こんばんは。鼻だれ、鼻だれ言えなかった今しっかり。鼻だれいます。今日めっちゃ寒いね。めっちゃ寒い。でももう今日ねスーパーしか行ってないからあれやけど、でもね寒かった。明太子マヨチーズおにぎり、結構ねでも作りすぎちゃって食べるのが大変だったから本当に誰かにはあげたかった。そう、休みだったね。そうなんよ。1月ね、1月はね、2月もかもしれないけど、基本お話し会と公演しかないんですよね。リエッチがもっちゃんにお礼言ってます。全然大変、アカウント新しくなったって言ってたから。明太マヨめっちゃ美味しかったよ。そう、桃の収穫あれです。ありがとう。おにぎり食べたい。本当に嬉しい。もうね初めて作った。そう、なんかチーズ苦手だけど桃の手作り食べたら克服できた。あと私もなんかチーズが多すぎたらあんま食べれないからちょっと少なめに作った今日は。 TX さん結婚してありがとう。ジョロさんだるまありがとう。タチャだるまありがとう。レッドさんだるまありがとう。お兄ちゃんさんホットチョコありがとう。これホットチョコ狙ってるのかな。ユックさんハートありがとう。キビダゴイコニーさんハートありがとう。アザスさんハートありがとう。コジさんハートありがとう。
あ、ホットチョコで合ってるんか。おにぎりで明太マヨはね、本当に美味しいよ。あ、お汁粉なんこれ。明太子苦手なの。明太子ね、でも確かに苦手な人も多い、多そうな。明日の晩ご飯に作ってみようかな。え、めっちゃね簡単だよ。そうだって、もう明太子を入れて、マヨネーズ入れて、醤油入れて混ぜて、で半分くらいご飯と混ぜ合わせて、おにぎりの形作って、でタレバー、あ、じゃあタレバーの前に、チーズを乗せて、レンジで1分半くらいチンして、それでそのタレかけて、上に海苔とか、まあ、私はネギだったんですけど、めっちゃ簡単、本当に。本当に簡単。醤油もいい。そう、明太子、そうね、明太子の辛さはね大丈夫だけど、ラーメンとかの辛いやつとかは食べれない。てかこれ全然混んでない。もっとなんかプレートみたいなの作ってみたい。ちょっとさ、そう、一番家事の中で何が好きって言われたら料理だから、そう、お風呂上がりじゃない、いや、もうメイクはしてないけど。プレートなんかさ、いろいろは、いろいろなおかずとか副菜がだから、ご飯みたいな作ってみたいんですけど、あんまり食器とかあんまり持ってないから、なんかそういうのをちゃんと買い揃えてみたいって思って。定食みたいな、そう、定食みたいな感じのカフェみたいな、カフェのなんかあのランチみたいなやつ作れるようになりたい。明太マヨはいろんな料理に、え、そう、こういう、確かにね、いろいろ使えるよね。あれ、だし巻き卵のさ、上にさ、あの明太マヨがさ乗ってるやつ好き。ブルーライブの隣にその店、そうなんだ、フランフランで買った、いいね。クックパッド、うまくできるかな。うまくできるかな。得意料理なんだろうな。得意料理か、なんだろう。まだわかんないな。だけなんかお料理教室みたいなとこ行ってみたいんですよね。ポップコーンは、ポップコーンはみんなできるよ。だってレンジでチンするだけ。ハンバーグかな、何なんだろう。でもなんか一人暮らしとかではないから、すんごいめっちゃ毎日料理してるとかではないからさ、本当に、やけんなんかもっと得意料理っていうものをできるように頑張りたいね。全然今はまだまだかな。ムニエルにいいよね、魚料理。あれあれ作れるよ、アジの作り。あのお店で出てくるみたいなやつ。
卵かけご飯でもないというか、桃のならそう。桃の卵かけご飯結構美味しいよ。そう、お寿司もね。キティちゃんのポップコーン美味しいよね。なんかずっと好き昔から。イカもそうだよ。イカちゃんもさばけるよ。アジのナムルも作れるよ。豚の角煮ちょっとね、私も作ってみたいって思ったことある。めっちゃバター味食べたね。私いつも塩食べちゃうの。ちゃっちゃっちゃ、もーちゃんの料理なんでも食べた。ほんとありがとう。和食より、確かに。でもね、なんかでも好きだよ。洋食自分であんま作れないけど、生前の料理で好きなのか。全部好きだけど、何が好きかな。肉じゃがもめっちゃ美味しいんだよね。あ、ハンバーグも好きかも。海鮮系のパスタ、そう、確かに今日作った明太子のやつとかでも美味しそう。豚汁、あ、こないださ、お母さんとお父さんが共同制作で作ってたあの豚汁めっちゃ美味しかった。そう、なんか多分パパもなんか多分わかんない、今どれくらい自炊してるかわかんないけど、多分結構センスある気がする。料理共同説、いや一緒に作ってたって。そう、料理上手だし、え、いいと思うよ。みじん切り、わかんない、正式なやり方ではない気がする。お姉ちゃんも料理とか、お姉ちゃんはね、あのやる、あの本当にね、あのぜ、いろんなこと全般できるから、基本。そう、毎日、最近毎日朝ごはん作って、すごい、朝は起きれないんだもん。今日はアイスを買ってきたので、お風呂上がりのアイスを楽しみたいと思います。でしょ、山が購入しました、ありがとう。化粧好きの、ね、化粧好きになってそう言ってくれてたの。山が直しちゃった猫だけ、そう、めっちゃ追いかけてるなと思ってみた。モカさんが食べるアイスはバニラモナカジャンボです。板チョコ入ってないあのバニラのやつ、今日はその気分だった。で、山がってはありがとう。猫ちゃん逃げられた。え、あの猫ちゃん結構来てくれる系の猫ちゃんだって、あんま逃げない系の。そう、ハーゲンダッツいいね、久しぶりに食べたい。バニラモーカジャンボ。宣伝通りバイト先になった、山を買い占めた。ありがとう、嬉しい。
顔見まる、見まる。そうだ、これ。猫を追いかけて想像して焼けてました。いや、ほんと猫をね、見つけるとね、もう追いかけちゃうんですよ。これ、りねちゃんが、なんか岡山の、なんだっけ、あの、私もずっと行きたい、日本一大きい駄菓子屋さんに行ったらしくて、駄菓子をね、買ってきてくれたんですよ。それをずっと紹介しようって思ってて、そう、めっちゃ行きたくて。りねたんが買ってきたよって言ってくれて、このチューもねって言ってでしながらチューも入れたんだみたいな嬉しかった。そう、行ってみたいんですよ。でも車じゃないといけない場所なのかな。赤の衣装好き？嬉しい。うん。嬉しい、本当に。開けれない。車ないと厳しいのじゃいけないよ。韓国韓国、あ、そうなの？いやだって行きたいもん、めっちゃ。このさ、これなんか食べたことないかもしれない、楽しみ。ちさ子さん、これも初かも、明太子味、すごくない？日曜日とか一人、え、そうなんだ。違和感なかったよね、今。これはね、私もよく買ったことある。違う違う。いちごショートチョコ。ね。これちょっと開けてみよう。あ、はず当たり付きのやつだった。プレミアム、そうなんだ。これ何味なんだろう。あ、取れない、チューが取れない。取れた。じわじわ来た自分に対して。いただきます。うんふん。何味なんだろう。めっちゃ美味しいけど、何味か分かんない。練り飴の味がする、美味しい。ストロベリーなのかな。どちらさん。美味しい、もうすぐ飲むかな。すごい、なんかこのショートケーキのやつ、慌てて忘れ物には注意してねって、私がいつも忘れ物するから、占い付き、私がいつも忘れ物するから注意してねって言われた。すごくない？当たってる。
かもういつもさ忘れ物ばっかするからさ、そうちょっと気をつけるわ、またどこか行く際には。うん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 。おいしい。これおいしいよね。変な目抜かれてる。にゃんまるこーちゃん駄菓子屋さんも楽しくね。楽しいよね。嬉しい。美味しすぎる。嬉しい。ありがとうね、リネタン。すぐ食べちゃう。そう、すぐ食べちゃう。本当に。駄菓子いっぱい買えると大人になったと思う。確かになんかあんま気に。私昔はもう100円までとかちっちゃい頃はそう。でもさ私のお家は結構100円までって言われることが多かったんですけど、なんかさ一つまでよっていうお家あるじゃん、か一つまで一つまでよって。でもさ一つでさ500円くらいのお菓子とかあるじゃん、あれ持ってきたらどうなるんかなっていつも考えるんよね。1000円とかさちょっと高級なお菓子持ってきて。確かにうまい棒30分それな。めっちゃなんか高いやつ持ってきたらさどうなるかなっていつも思って。ゴディバやばい、うん、と一つまでねは結構危険で。ももちゃんさんって返していいか悩んで。え全然いいよ、何でも呼んでくれ。なんでも今でもこれ本当そう。でも昔家の近くに駄菓子屋さんができてめっちゃ嬉しかった記憶がある。なんか5円でちっちゃいクレーンゲームみたいなチョコのやつとかあって、もう本当にこれくらいのクレーンゲームなの、おもちゃのやつとか、ガムの色が赤だったら100円無料とか30円無料とか、あれ好き。一回だけね100円無料出たことあるんや。カステラがねあの串刺す、うん、この縦にね美味しいよね。そういうのと楽しいね。楽しかった。でもそこの駄菓子屋さん何年かが経った後になくなっちゃって塾になっちゃった。めっちゃ悲しかったんだ。そうつらい。そう当たり付きのゲーム。そうそう駄菓子屋さんめっちゃ減ってるよね、本当に悲しいよ。最近駄菓子屋さんが全然ないことが。そう悲しい。なんかマジクソやな塾になったって。でママが行ってた塾はいつもお菓子くれる塾ばっかだったからね。そうその塾は通ってない。その塾はちょっと厳しい系のしっかりお受験しましょうみたいな子たちが言ってたから、桃花が行ったら多分ついていけないから。そう
モーカが行くとついていけないから、モーカはいつも個人塾に行きます。自分のあのレベルに合わせてくれる塾に。やばい、57分。やばい、お菓子くれる塾あるよ。今日友達と駄菓子場行こうって。え、そんなあるん？もーちゃんに勉強教えてくれ。本当よ、もう教えてください、私にお勉強。13位のさぬき牛さんありがとう。12位の大熊さんありがとう。父のたかきさんありがとう。今日も可愛いもんもみんなで早く会いたい気持ちいっぱいだよ。もーかもありがとう。10位のドラガンさんありがとう。無邪気に駄菓子を食べるもーちゃんにありがとう。 K のレッドさんありがとう。1位のもーちゃんの温泉になりたい、温泉になりたい。ありがとう。7位のタロイモさんありがとう。6位のふみやともくふふさんありがとう。もーちゃん大好きありがとう。5位のふくちゃんももこ組ありがとう。4位のおつかれさんありがとう。3位のとしさんありがとう。今日もももこが好きで一番大大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 大好きありがとう。2位の DX さんありがとう。1位のリポ送ったよ。でもやっぱり大切なことは直接伝える。おリポ見たよ。また直接も伝えてね。ありがとうございました。もーちゃん、もーちゃんさん、もーちゃん、今日も可愛いし、ありがとう。めちゃめちゃ可愛くて、ありがとう。今日もちょっと遅くなってしまってごめんね。今日おやすみなさい。なんかアイス食べます。今日も天才検査しました、ありがとう。うん、ちょうだい。やだね。お風呂で食べたことないよまだ。バイバーイ。ゆっくり休んでね。みんなもゆっくり休んで。もう食べたの？いいの？夢で会おうね。